今ですね、モナコにいます。でモナコのミニトレインっていうね、これユーロで乗るんですけどね、これで市内を散策することができるんですけど、ミニトレイン、子供なんか来たらいいかもしれないですね、このミニトレイン。これにぜひとも皆さんモナコに乗ってみるといいと思います。子供、特にお子さんいらっしゃる方はこれはおすすめです。